昭和51年1月5日、久方防衛庁長官は就任以来2回目の新年を迎え、新しい年51年はこれまでの問題の掘り下げ、成果を期待するとともに、ポスト予事簿策定に力を注ぐとの抱負を全国の自衛隊員に訓示した。千歳基地の第二航空団では、昭和50年11月1日以来、F4EJ も警戒待機の任務についているが、51年12月26日、待望のアラートハンガーが完成し、以後、警戒待機はこのハンガーで行われることになった。きらめくロマン、雪と氷のフェスティバルをテーマに、第27回札幌雪まつりが2月1日から5日まで札幌市内の大通公園と真駒内駐屯地で盛大に開かれた。この雪まつりには真駒内駐屯部隊と札幌の北部方面通信軍が主力となり、見事な大雪像を完成し、内外の観客を感嘆させた。北部方面隊の冬季戦技協議会が2月6日と7日の両日、白一色の島松演習場と真駒内射撃場で行われた。この協議会には各部隊の代表選手のほか、東北方面隊および海上自衛隊大港地方隊の特別参加選手合わせておよそ1300名が参加し、広大な雪原に熱戦を繰り広げた。立山に美と友情等をテーマに、第31回国民体育大会冬季大会スキー競技会が2月14日から17日まで富山県極楽坂スキー場で開かれた。第14普通科連隊を機関とした支援団は、支援団長の要望した自衛官らしく任務第一に安全管理を肝に銘じて支援に臨んだ。第11師団は北海道の島松演習場において、長野師団長搭載のもと2月18日から21日までおよそ2500名が参加し、積雪寒冷地研究演習を行った。この演習には三好陸幕長をはじめ、富士学校などからも研究員が多数視察した。ブラウンアメリカ統合参謀本部議長が3月1日防衛庁に久方防衛庁長官を表敬訪問した。久方長官は日米両国間の友好親善関係の増進に多大の貢献をした功績をたたえ、勲一等旭日大綬章を伝達した。鮫島海幕長は3月16日海上自衛隊の発展を祈りつつ離任。新海幕長に就任した中村海将は、現状を直視し柔軟性と勇気を持って改善進歩を図りたいと力強く訓示した。同じ16日白川討幕議長は自衛隊の発展を祈念しつつ離任。
新しく就任した鮫島新統幕議長は、儀仗隊の栄誉礼の後、オペレーションルームで議長就任の初訓示をした。3月20日、防衛大学校第20期本科学生と第13期理工学研究科学生の卒業式が行われた。晴れの卒業を迎えたのは本科学生378名および理工学研究科60名で、猪木学校長は卒業生一人一人に卒業証書を授与した。学校長の国民の期待に十分応えることを確信しているとの式辞の後、三木総理大臣、坂田防衛庁長官から訓示を受け、防衛の責任を担う使命の重大さを心に明記して卒業を喜び合った。3月26日、海上自衛隊2隻目のミサイル搭載護衛艦たちかぜ3850トンが三菱重工長崎造船所で完成、引き渡し式が行われた。天津風より一回り大きい立ち風には艦対空誘導弾、三次元レーダー、対水上レーダー、5インチ単装速射砲などを搭載、海上における対空防御の新しい力として就役した。初の海上婦人自衛官ウェーブの入隊式が3月30日横須賀教育隊で行われた。スマートな制服姿の88名は須藤横須賀総監の立派な海上自衛官になることを第一の目標に、自らの努力を積むことを期待するとの訓示を受けた後、婦人の練習員第一期生として歩み始めた。防衛大学校の入校式が4月5日加藤政務次官をはじめ、内外の関係者およそ2000人に見守られて行われた。真新しい制服に身を正した602名は、祖国を守り世界平和に奉仕する崇高な任務への第一歩を踏み出した。4月7日、防衛医科大学校で第3期生74名の入校式が行われた。50.5 倍という難関を突破してきた第3期生は、新しい校舎に新たな決意を持って6年間の勉学のスタートを切った。昭和50年10月1日、経理、補給、給養及び業務管理など後方支援を目的に開校された海上自衛隊第40科学校は51年度を迎え、本格的な教育を開始した。第17次南極観測支援の任務を果たした砕氷艦富士は、4月19日朝、倉本艦長以下112名の乗組員を乗せ、東京港晴海ふ頭に帰国した。富士の南極行動はこれが11回目。本次の総行程は3万6000キロ、昭和基地へは観測用機材、物資などおよそ500トンを延べ273便で送り込み、計画量の 100% を達して第17次越冬隊成立を可能にした。航空自衛隊の次期戦闘機候補機種 F14、F15、F16 について各種の調査テストを行うため、南西航空混成団司令小松利光空将団長に11名の FX 調査団が5月21日アメリカに出発した。
断石行動急速掘削機の性能確認試験が5月24日から6月15日まで福岡県大牟田市で行われた。この機械を開発したのは技術研究本部重機械研究室で、性能は一般の掘削機より小型軽量で、掘削速度もおよそ5倍の能力があり、しかも振動騒音も小さいため建設工業界の注目を集めている。5月20日朝、51年度海上自衛隊遠洋練習航海のため、練習艦隊司令官左近樹海将補指揮官に682名の実習員乗員らが練習艦香取護衛艦長月に分乗、横須賀港から出発した。全行程3万3500回の155日間の航海では、アメリカ、ブラジルなど6カ国を訪問。アメリカでは建国200年祭記念の国際海軍観艦式にも参加して見聞を広めるとともに、国際親善にも大いに尽くした。陸上自衛隊富士学校の総合火力演習が6月4日と7日の2日間、東富士演習場で行われた。この演習には隊員およそ1600名、車両200両、火砲40門、航空機20機が参加した。この日、新型の74式戦車による実弾射撃が初めて公開され、その高性能ぶりに集まったおよそ3万名の見学者は目を見張った。51年度富士総合演習は、各種火力の威力を遺憾なく発揮して2日間にわたる演習を終了した。防衛医大高等看護学院1期生の待望式が6月8日行われた。白衣姿の1期生40名は、敬虔な雰囲気の中、一人一人キャンドルに愛の火を灯し、社会に貢献することを誓い、看護学生としての自覚と決意を新たにした。7月2日、モントリオールオリンピックに日本代表として参加する射撃、レスリング、ボクシング、近代五種の役員選手の隊員20名が海外遠征の申告を坂田長官に行った。第16回日米安全保障協議委員会が7月8日外務省で開かれた。日本側は宮沢外務大臣、坂田防衛庁長官、アメリカ側はホッドソン駐日大使、ガイダー太平洋軍司令官が出席。有事の際の日米間の在り方を研究協議する防衛協力小委員会の設置を決めた。7月1日、救難飛行艇 US-1 3機からなる第71航空隊が岩国に進編された。この航空隊は直ちに洋上での救難活動や離島からの患者輸送などに目覚ましい活躍を開始した。今年度から護衛艦のハワイ派遣訓練が開始され、7月17日からおよそ1ヶ月間、青雲、秋雲の2隻が参加。アメリカ海軍との対戦訓練などを通じ、日米間の相互理解と多大な訓練成果を収めた。
F-104J 戦闘機部隊の戦技能力を評価する洋撃戦技競技会が7月27日から3日間全国から6個飛行隊が参加して千歳基地と日高沖射場など3カ所で行われた。この競技の結果、第207飛行隊が875点を獲得し優勝した。福岡駐屯地では海上及び航空自衛隊の協力を得て7月30日から8月2日まで第4師団主催による自衛隊展を開催した。連日会場には6000名の親子連れの一般市民や隊員の家族が詰めかけ、特に子ども向けに設けられたミニサファリパークやジープによる遊覧車に人気が集まった。8月23日から3日間、阪神地区に関東大震災規模の地震が発生という想定で、中部方面隊の阪神地区大震災対処演習、なにわ演習が行われた。この演習は大地震が起きた場合、どのような活動を実施するかを検討するもので、大阪府和泉市の篠田山演習場で行われた。51年度防災功労者の総理大臣表彰が9月3日総理官邸で行われた。表彰式には災害派遣で活躍した陸上自衛隊第13師団、第2教育団、第9師団、第12師団と海上自衛隊大湊航空隊に三木総理から表彰状と盾が贈られた。9月9日から13日にかけて大型台風17号が猛威を振るい、関東以西は記録的な豪雨に見舞われた。自衛隊では延べ2万8000人の隊員が出動し救援に当たった。第31回国民体育大会佐賀国体を第4施設大隊と第4特科連隊を機関に支援した。自衛隊と主催者との連携もがっちり一段と盛り上がった。特待成功への道を開き、関係者から感謝された。9月21日、防衛政務次官の離着任式が行われた。加藤前次官が離任の挨拶をした後、栄誉礼に送られて退庁。中村新次官が初登庁して、内局、各幕、付属機関の主要幹部の挨拶を受けた。10月1日、航空自衛隊第4補給所の編成完結記念式が入間基地で行われた。角田空幕長は、補給所を部門別にまとめるという広報関係者の願いがここに実現、航空自衛隊の歴史的な改編であると祝辞を述べ、航空自衛隊のミサイルから弾薬部門を一手に引き受けることになった。第21飛行隊が昭和51年10月1日、松島基地に進編された。この部隊は超音速高等練習機 T2 による訓練部隊で、
パイロットに必要な戦技訓練を実施する。10月26日、小松基地に F4EJ が配備され、裏日本側唯一のファントム部隊第303飛行隊が進編された。これで小松基地には第205飛行隊とともに2個飛行隊が配置されたことになり、日本海側の防空能力が強化された。10月1日、北部航空方面隊隷下部隊として北部航空音楽隊が三沢基地に進編された。10月15日、三好陸幕長と角田空幕長が後進に道を譲った。クリス新陸幕長は屋上での着任式に臨んだ。平野新空幕長は角田前空幕長からバトンを受け着任した。76年国際航空宇宙ショーは10月16日から24日まで航空自衛隊の入間基地で開かれ、延べ47万人の観客でにぎわった。防衛庁では航空自衛隊中部警戒管制団を機関にこのショーに全面的に協力し、隊員2500名で支援団を編成し、会場設営警備などにあたり支援任務を完遂した。政府は10月29日、国防会議と閣議で、昭和52年度以降の我が国の防衛の指針とするポスト予事防の防衛計画の大綱を決定した。10月29日夜、山形県酒田市で発生した大火に第6師団がいち早く救援活動を開始し、8日間にわたって隊員延べ1万5000名、車両2400両、ヘリ50機が出動した。6日からは引き続き部外工事で救難活動を行い、市民を勇気づけた。この活動に対し、市民から歩道橋や電柱に自衛隊さんありがとうの幕や張り紙が掲げられた。改正に恵まれた10月31日、安積訓練場に三木総理を観閲官に迎え、自衛隊記念日中央観閲式が行われた。観閲式には国会議員、在日各国外交官、一般市民などおよそ3万2000名が招待された。防衛大学校の学生を先頭に5500名の陸海空の隊員が空と地上に大パレードを展開した。祖国の安全と繁栄を胸に整然と行進する自衛隊の姿に集まった多くの人たちから拍手が送られた。11月5日、アッシュモア、イギリス海軍参謀総長が、
中村海幕長を表敬訪問した。この訪問は去年鮫島前海幕長がイギリスを訪れた返礼であり、和やかな懇談のうちに両国の友好を深めた。防衛大学校の第24回開校記念祭は11月6日から3日間開かれた。期間中1500名の本科学生の堂々の行進、記念講演や研究室の公開、伝統の棒倒しなどが行われ、小原大賢治の心意気を示した。11月20日、大阪市東成区中本2丁目の住宅建設現場で不発弾が発見された。この爆弾は第二次大戦の末期アメリカ軍の大阪大空襲で投下されたもので、この処理は第三師団の不発弾処理班の手で行われ、地域住民をほっとさせた。陸上自衛隊初めての方面隊対抗指揮所演習が12月9日から1週間北宇都宮および宇都宮駐屯地でクリス陸幕長の搭載により行われた。陸上自衛隊が予備防における訓練目標として掲げてきた上級司令部連成の総仕上げとして行ったこの演習には、東北方面隊と東部方面隊合わせて隊員およそ5000名、車両1200両が参加し、コンピューターまで使った大規模なものであった。青春の群像をテーマに76年自衛隊音楽祭りが11月27日日本武道館で開催された。この祭りには陸海空の音楽隊をはじめ隊員2500名が参加、ゲストとして宝塚歌劇団の大鳥蘭さんほか多数が出演し、華麗なショーが繰り広げられた。会場を埋め尽くした観客から次々と行われる隊員たちの見事な演技に盛大な拍手が送られた。12月25日、坂田長官は別れの言葉を述べた後、全庁職員の見送りを受けて退庁した。第33代防衛庁長官に三原朝雄氏が就任。栄誉礼を受けた後、国民の理解のもとに充実した防衛体制を確立してほしいと訓示した。暮れ申し迫った12月27日、防衛政務次官の交代があり、新たに浜田次官に引き継がれた。6月4日に日本の防衛、いわゆる防衛白書が公表され、特に我が国の基盤的防衛力についての考え方が内外に明らかにされた。また8月には長沼内規訴訟の札幌高裁判決で国側勝訴、さらに9月には函館空港にソビエトのミグ25が強行着陸するなど、昭和51年は防衛問題が例年になく関心を集めた年であった。